皆さん小説好きですか自分でも書いたことがありますか書いてみたいと思ってありますか若月光です今日はですね、レーベルが終わる時っていう風な話をしたいと思いますちょっと昔の話になんねんけれども、私デビュー前っていうか今までねんけれども私デビュー前にね、西軍の会っていう SF の同人誌に所属して今も入ってはいますえっとまぁ、あ、幽霊会んやけれどもね えっとね、同人の会っていうとね同人誌っていうとねコミケのイメージあると思うんですよ。しやけど昔はねあの、違うんですよ昔の昭和の同人誌っていうのは小説を書きたい人が集まって愛好会みたいな感じで志を同じにする人が集まってその中で会しを出してみんなで読んでそれでその開始の感想を言い合ってで上手になっていこうねみたいな感じのね会やったんですね。 で、昭和って言ったけれども同人誌の発祥自体は明治からですねえっとねあのガラクタ文庫尾崎公陽らが作らはったんが確認できる日本で最初の同人誌だそうです。そこが最初で そこから歌人の同人誌「荒ぎとか「夏目漱石」や「正岡四季」の入ってた「ホトトギス」とか、まあ、いろんな同人誌ができて発祥していくんですよ。で同人誌に載,せた載った小説を編集者が読んで「うんいいね」と思ったらそれを小説雑誌に掲載して本になってっていうふうなことをしてたわけなんですね。 だから日本のね小説っていうのは同人誌から始まったっていうぐらい結構古いもんなんですよ私のいた西軍の会も今からまあ50年ぐらいの歴史があるのかなものすごく古いんですけれどもそこの同人誌まああの西軍の会に限らずその他の同人誌では後輩がデビューしたら先輩作家がメンターについてトラブルとかの相談に乗ってあげる教えてあげるっていう風なシステムがあったんですよで私 の担当になっっててくくれははたたた作作作家家家ささささんんんん SF でででナポレオン書いてはった作家さんですもちろんペンネームは違うんで、もうお亡くなりになってはるので、ちょっと名前出すこととかもちょっとできないんですけれども、えっと、そういうシステムがあったんですよね。で、そのね、先輩作家さん、あの、メンターになってくれはった先輩作家さんが、いろいろ教えてくれはって、私、何もわからへん時きやないですか。当時は昔みたいにネットもそんなに発達してなかったし、例えば、初版って言われても何のことかわからへんし、 そういったことをね、いちいちち教えてくれはる作家さんっていうのが先輩作家さんってすごいありがたい存在やったんですよその作家さんが言うったんが若槻さん受賞して喜んではる時に悪いねんけれども今ちょっとナポレオン WX ノベルス変やねん気をつけた方がええよあ 今からだいたい25年あ、24年、25年ぐらい前なんですよ。私もさすがに若かったし、あのライターしてたけど当時ね、あのライターで文筆とかには取ってもらってたけれども、まあなんていうのか、ちょっと意外なこと言われて、えって感じやったんですよ。で、どういうことなんでしょうかって。そしたら、編集者が手こ入れしてきたときは要注意なんだよって言われったんですね。手こ入れって何って思うやないですか。 ようわけ分からへんかったんですよ。で、一生懸命聞いてんけれども、あの、ちょっとその前にね、ナポレオン文庫、ナポレオン WX ノベルズってなんやねんって感じなんで、ちょっと紹介しとくんやけれども、自分のエでポルノ、ナポレオン文庫っていうのは、ライトノベルのポルノバージョンみたいなのを出してね、あの、それが売れてたんですよ。当時、編集長はね、晴海で売ってる同人誌に、ダーティーピアーのエロ漫画とかあるだろ。あれの小説論出したかったんだよ、僕は。って。そう言わはったんですよ。あの、 コミケの歴史、ちょっと古くなんねんけれども、当時、そのね、そういうダーティービアのエロ同人、エロ漫画とかね、グラシアジョーのエロ漫画とかね、そういうのをやってた時期があったんですね。で、それまでね、エロ漫画、ポルノ漫画って劇画超やったんですよ。なんか結構、ゴルゴ13みたいな感じの絵,絵柄で、なんか結構こう、なんていうのか、劇画超ってうか、ちょっとこう、なんか、ちょっと迫力のある絵柄の、ゴルゴ13がこう、なんていうのかな、あ、ああいう絵柄の、わかる <laughs> ちょっとうまく言えへんねんけれどもところがですねどーチンシーロリ,ロリコン漫画っていうのかな美少女コミックっていうのかなそういうねなんていうのかこう目が大きくって髪の毛がくるくるで割とこう等身がこう低くてみたいなそういう絵の エロ漫画が出てきたた頃だったんですねでそこで描いてある人気の漫画家さんをイラストレーターに起用してねイラスト30枚今の感覚でよってもすごいイラストが多いんですよでイラストをいっぱい入れて同人誌でねあの漫画「ダーティピア」とかのそれの二次創作をしてる同人作家さんっていうのが文章書きの方でもいらっしゃったんですよそういう方に声をかけてでそれでナポレオン文庫を作ったんですね当時それを商業でやったっていうのはどこもなくって めっちゃ売れたんですもう本当に今もう50代ぐらいになってはんねんけれども当時の女子中学生高校生その辺の人口ってめっちゃ多いじゃないですかバブル世代の若い子のオタクバージョンですでもうすっごい出まくったんですよでところがですねそこからパソコンが普及して中学生高校生らも大学生になって自分で稼いだお金でパソコンを持つようになってきたんですよそうなるとポルノもねパソコンで遊べるエロゲーが流行り出すんですねそれでもそのエロー でパソコンゲームってねフルプライスでちょっとこのやっぱりそのいきなりその8000のゲームを買ってでそれで当時まだそんなにネットが発達してなかったのでフルプライスのものすごく大きい箱で売ってたそれをですね CD とかフロッピーディスクとかに当時はフロッピーディスクを入れ替えてゲームしてたんです私「同級生」っていうゲームが初エロゲだったんですがその時はフロッピーディスクを入れ替えて <laughs>。 わ <laughs> かりますフロッピーディスクって。フロッピーディスク入れ替えてね、プレイしてたんですよ。ところがですね、8000円とかするんで、やっぱり、8000円のゲームってそんな簡単に買えへんやないですか。そやからみんなが楽しんでたのは、ノベライズ版やったんですよ。でノベライズ小説すすっごい売れれてたんですけれども ねノベルズ小説は売れてたけれども、オリジナルのエロ小説の方は、だんだん売れなくなってきたんですね。それでナポレオンはどうしたかっていうと、もともと文庫サイズで売ってたのを、今度はですね、ナポレオン WX ノベルズっていうレーベルを立ち上げて、ノベルズサイズで売り始めるんです。ノベルズサイズってね、ちょっと分からへんかもしれへんねんけれども、新書版よりちょっと大きい、白く版よりもちっちゃいっていう、そういう特殊なサイズなんですが、本屋さんの棚に行くとね、そのエロゲノベルズの小説、 がねドバーッと並んでるっていう風な感じなんですね当時ねその売れ筋のエロゲのベライズ作品それとね同じ棚に置いてもらうために文庫サイズを大きくしたわけなんですねところがえっ、ー、と売り上げが振るわなかったらしくってだんだんその出版点数とかが減っていってたんですね で、当時の先輩作家さん当時のその私のメンターになってくれはったあの先生役の作家さんはもう結構古い SF 作家さんやったんでそういうね何ていうのか変化みたいなのを、まあ、感じてはったや思うんですよで私への忠告になったんですねでレーベルが終わる時っていうのは編集がてこ入れをしてくる時なんだよ この場合やとテコ入れっていうのはほんのサイズを変いたいうことなんですよ確かに売れてたらわざわざやり方変えんでもいいわけやしむしろ書いたらあかんよってそのままにするはずやないですかそやのになんとかせんなあかん売れ行き悪くなってるっていうんでノベルズ版にしてなんとかしよう思った私はちょうどその時にデビューしたんですよねで最後のナポレオン大賞受賞者になってしまいました でナポレオン WX レベルその子すぐに廃刊になってで私受賞したの日本が出るようになってしまったんですよ信じられへんやろ <laughs> ほんまにで美少女文化が立ち上がるまで1年半かかって結構またなあかんかったわけなんですねで先輩作家さんの忠告はほんま見事に当たったんです予言やったんですねでねあのー 皆さんもね読者さんとして自分の好きやったレーベル読んでてなんかおかしいな迷走してるなーって思うことあるやないですか今までのね良さやったものを変えて特徴を変えて何かおかしいなーって感じはあることあると思うんですよそれはね私のメンターの作家さんに言わせるとレーベルがなくなる寸前なんだそうです これって、ね、ほんまにねずっと繰り返し今でも起こっててあのこれから先もずっと通用することなんやと思いますというのはですねデビュー以来私がずっと書かせていただいた美少女文庫もついに去年ね電子に移行するということで新刊出すのをやめはりました美少女文庫自体はなくなってへんって言わはるんやけれどもまあ ななくなったようなもんやねでね美少女文化の場合ねここ数年ね一般ラドミの作家さんを起用したりちょっと今までと違うやり方をし始めたはったんですよでね私はその頃になるとさすがに26年とかそんなキャリアになってきてるしなんかねやっぱり先輩作家さんの言ってはったことを思い出したんですねあこれって美少女文化危ないなーレーベルがなくなるのかなーみたいなことを思い出してたんですよ ナポレオンはオリジナルで作品やってて売れへんようになったのになんで美少女文庫は売れたんかって思うはると思うんですよ。ねあのちょっとねこれは私の推測にしか過ぎひんねんけれどもあくまで私の体験による考察やねんけれどもナポレオン文庫っていうのは同人ブーム漫画ブームエロ漫画ブームエロ同人ブーム っていうそういうねブームに乗って作れはったのがパソコンブームオタクの関心がエロ漫画エロ同人からパソコンゲームへと移っていったその衰退の原因をほんの半径やと思わはったんですねあのほんまはねエロゲーっていうのは時代の変化の大事な一要素やったっていうのは間違いないねんけれども消費者の年齢の推移 読者っっっててやっぱり大人になないいくじゃないですかそういうのとか新しく出てきた表現であるとかあのエロ毛がねどんどん発達していってその業界が活性化していってやっぱりこう活性化していく業界には若手クリエイターみたいなんがねどんどん入ってくるんですよどんどんね新しい作品を提供し始めてそれをね、あのー、見落とさはったんじゃないかなって思うんですよだからね外側だけ本のサイズを大きくしただけやったらあかんかったんですねで中身を変えない あかんかんんったんですよ。SF 的な世界観ダーティーピアであるとかそういったねあのー、ダーティーピア的なエロ同人あの超人ロック的なエロ同人ああいうのがそのもろズバリ刺さってた子たちっていうのはどんどん大人になっていくしそうなるとその下の世代に合わせたレーベルカラーに合うやつを出さなあかんかったまあ、SF もそういったものがどんどん衰退していった時期でもあるんですね。 でその後に発生した美少女文庫はオリジナル作品はオリジナル作品やねんけれどもあの当時の流行りのエロゲ的な物語的なやつを追求したし何て言うのかな世界観とかもリセットしましたね学園ものとか当時の流行りにアジャストしたっていうんですかね当時の流行りに合うものを作らはったんですねで作家も一新しましたね当時の SF 作家 全部切って、ナポレオンから美少女文庫に引っ越した作家さんっていうのは、私と、青橋先生だけなんですよ。青橋豊先生だけなんですよ。青橋豊先生もナポレオン、ナポレオンでデビューして、ただペンネーム書いてあるらしいんですけれどもね。そういうのがエロゲ的なものが流行ったところに、そこにですね、2000年代のラヌベブームがドーンと来てね、売れたんですよ。で、美少女文庫すっごい売れて、 ほんまに、ね、あの私の美少女文庫の初版なんか3万吸ってくれはったんですよあの増刷のたんびに3000とか5000とか増刷かかったんですね嘘みたいでしょ今やったら増刷1回の回数で今やと初版部数ですよでそれから20年経って次の時代の変化が来たんですよね次の時代の変化っていうのはネットですねラノベブームが落ち着いてでそれからネット社会に 入ってスマホパソコンからスマホに変わっちゃったんですねでこれあのそれでねあの多分その美少女文庫の終わり頃にナイトノベル作家さんをたくさん起用しはったっていうのは当時のラノベブームをもう一回。 っっていう風なつもりやったんですねでもレーベルの終わりは止められへんかったまあ、個人的にはねあの,あの先生のエッチな小説が読めるっていうので <laughs> 嬉しかったけれどもあのそういう読書さんも,もちろん言い張ったと思うんですけれども昔ねパソコンの時代が来たみたいにね今度はねスマホだとか動画とか小説投稿サイトとかあと YouTube とかサブスクとかのそういうね新たな時代背景があってそちらに対応するべきやったんや思うんですよ。 まあ,あの私の言うことじゃない作家の側とし私言うことじゃないんであとね本当にでもちろんね私らみたいな美少女文庫的な作家を一旦切って、ね、新しい作家さんを入れるべきやったんですね。 いや、あの、若ぎ自分切られて何言ってんねんって感じやけれども。いや、ほんまにね。あの、まあ、ああのー、これから先ね、あの、美少女文庫の新しいウェブ小説バージョンは、これはね、新しい作家さんがね、盛り上げていかはるべきなんですね。ね、自分としては、私としては、自分と一緒に時代を駆け抜けてくれはったレーベルが終わった時は、新天地を求めて次の冒険を出かける時なんですよ。なのでですね、皆さんはですね、あの、小説家になった後で自分が書いてるレーベルがなんか変やな、ちょっとなんか んか編集がなんかてこ入りし始めたなって思わはった時は要注意なんです気をつけた方がいいサインなんですよそういうことに気がつけたら作家としてもほんま早々に準備ができるやないですか 私はちょっとねあの私今にして思うんやけれども美少女文庫おかしいなーっていうのは3年ほど前から気がついてましたところが私その3年前に何割り出したかっていうと行政書士の勉強やったんですよもう小説書くのに疲れてきて違うことやりたいと思い出したんですねしやけども、私がやるべきことは 違うこと。例えば、YouTube の漫画どうかのシナリオを書くとか、スマホとか書下げとか、そっちの方に頑張るべきやったんですよ。でね、ほんま、私も、こんな年齢です。もうそれこそほんまにね、長老みたいな年齢になってしまったんやけれども、私は今もチャレンジ中です。ほんまね、そういう、ちょっとおかしいなっていうのはね、早めに気がついて、早めに手打つ方がいい。せやからね、今回ちょっと喋っとくことにしました。今ね、小説家になりたい人には、あんまり興味のない話題かもしれへんけれども、ほんまね、いつか来るよ、こう こういういい時期は永遠に売れ続けるレーベルななんんてないんやからねほんまよでもねそれでもね違うことやって成功したる作家さんいっぱいはりますほんまよだから一緒に頑張りましょう私もね頑張ってますほなねおきいまたねバイバーイ